い、皆さんこんにちは、しおみんです。ですね、本日6月の11日木曜日なんですが、昨日の6月の10日にですね、京都の嵐山の方にですね、撮影に出ておりました。ですね、今まあコロナがまあ収束してですね、緊急事態宣言は解除されたんですが、なかなかですね、やっぱり観光地っていうのはですね、空いてるお店が大体3割ぐらいですかね、そんな感じで人通りもまばらでですね、嵐山の名物である、人力車とかもですね、全然お客さんがいないというような状況でございます。まだまだですね、遠出っていうのはちょっと難しいのかなと思ってますが、こんなビデオもきっかけにしてですね、関西の人はですね、ちょっとだけですね、観光地とかですね、行っていただければ、ちょっとずつ経済は、回っていくのかなと思ってですね、ちょっと近郊の観光地回ってみました。で、どんな感じなのかですね、よかったらビデオ最後まで見ていってください。久しぶりに僕もですね、竹林の小道っていうんですかね、を回りましてですね、なんかね、やっぱり爽やかな気分になりました。さすが京都だなっていう感じでございます。その辺も最後の方に出てきますんで、よろしければ最後まで見てください。それではどうぞ。
い、いかがだったでしょうか。京都の風景をですね、撮影していきました。これ見てですね、よかったら、京都嵐山とかですね、近隣の方は訪れてみてはいかがかなと思います。もちろんコロナ対策万全にしてですね、お出かけください。それではまた、次の動画でお会いしましょう。さよなら。